冨安健洋、ドイツ戦を評価されアーセナルで序列アップか。イングランド一部アーセナルの冨安健洋が、17日のエバートン戦で先発復帰する可能性について13日、現地メディアフットボールロンドンが言及している。今季は、全4試合で出場3試合、先発出場は1試合という冨安。同メディアは、今回の代表活動期間で冨安が存在感を示したことを受け、エバートンの先発について、アルテタ監督は大きな決断を迫られていると報じている。報道では、エンケティアの代わりにガブリエウ・ジェズスを先発させるかなどに触れ、もう一人、この中断期間中に実力を発揮したのは、万能型ディフェンダーの冨安だと評価。ドイツ戦では、後半途中に縦パスに反応したフォワードサネをペナルティエリア内で吹き飛ばすなど、出色のパフォーマンスを示していた。この試合のファン投票による最優秀選手に選ばれたことを紹介している。冨安の起用ポジションについて、ドイツ戦では、左サイドのサイドバックとしてプレイし、日本代表では常にセントラルディフェンダーとしてプレイしていると紹介。おそらく最近の冨安のプレイは、日曜日の遠征を前にアルテタを考えさせるかもしれないと評価した上で、先発起用の可能性が十分にあると見解を示している。今季のプレシーズンツアー中、同メディアが冨安に多くのポジションでプレイすることについて尋ねたとき、ピッチに立ちたい。できる限りプレイして、チームを助けたい。どのポジションでもいい。監督とも話していないし、わからない。ただチームを助けたいんだと話していたことを伝えている。冨安は逸材、アルテタさんお願いします。センターバックとして不動の地位を築いてほしい。トミー頑張れ。怪我だけなければ。ほんま怪我だけなんよ。新アジアの壁。ガナーズの冨安が鉄壁を作る。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。